二人の新たな冒険が始まる。キングプリンスの最新ブルーレイで覗く未知なる未来のヒント。キンプリ、新たなピースの旅へ。7トンエッジブルーレイ &DVD ジャケ社解禁。ファンの期待高まる。キングプリンスが待望の7トンエッジブルーレイ &DVD キングプリンスライブツアー2023。 チルダ・ピースのジャケット写真を13日に公開し、同時に商品内容も一挙に明らかにしました。このブルーレイ &DVD は昨年2023年8月27日から12月10日に全国7都市で行われたキングプリンスのアリーナツアー、キングプリンスライブツアー2023、チルダ・ピースを収録しています。アルバムピースのリリースに引き続くこのツアーでは、 気負わず、今を楽しむ。をテーマに掲げ、メンバー2人が紡いだ、今のキング、プリンスが凝縮されたステージが繰り広げられました。29曲に及ぶコンサートでは、これまでの代表曲だけでなく、2人体制後初のシングル曲、何者や、長瀬角ソロ曲、君色、高橋海人ソロ曲、我々は恋人同士だなども披露。特に、K アリーが横浜の公演は、ファンにとって特別なものとなっています。 初回限定版と通常版にはそれぞれ異なる特典映像が収められており、初回限定版にはメンバー2人がライブ映像を鑑賞しながら裏側のエピソードや思い出を語るビジュアルコメンタリーが収録されています。さらに、ツアー期間中に行われたハロウィン特別企画としてのゲーム対決も見どころの一つです。通常版には2時間半以上にわたるドキュメンタリーが収められ、メンバー2人がコンサートを作り上げていく様子や、 ツアー各地を楽しむ様子が細部にわたって描かれています。愛知公園のダブルアンコール、君がいる世界も必見です。このブルーレイ &DVD の発売を受けてファンからは様々な声が寄せられています。ツアーに参加できなかったファンもこの作品を通じてキングプリンスの魅力を再発見することができそうですね。一方でコメント欄には二人体制への期待やキンプリの未来に対する思いも綴られています。 ファンとしては、今後の展開にますます期待が高まりますね。キンプリの新たなピースがここから始まる。ファンはその一瞬一瞬を大切にし、未来へのサポートを惜しまないことでしょう。